2021プレナスなでしこリーグ1部第16節、日発横浜 FC シーガルス対オルカ鴨川 FC。 キックオフ直前まで音楽著作権に配慮し音声をオフでお届けいたします。
2021プレナスなでしこリーグ1部は新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を取りながらサポーターをお迎えして開催しています。なでしこリーグ公式 YouTube チャンネルなでしこリーグチャンネルではなでしこリーグ1部全132試合を生中継で配信いたします。さあいよいよ昨日からリーグ再開となっております。本日の舞台はここ神奈川県横浜市にあります日発三沢球技場です。この時間は2021プレナスなでしこリーグ1部第16節日発横浜 FC シーガルス対オルカ鴨川 FC の模様をお送りいたします。放送席実況は鈴木治です。なお音楽著作権の対応として試合開始前およびハーフタイム中は音声をオフにして配信いたします。どうぞご了承ください。さあこちら日発三沢球技場上空は、雲はあるものの晴れということでかなりピッチ先ほど、私も降りてみましたが蒸し暑さを感じる、そういった気温になっています。さあそれでは両チームメンバーをご紹介いたしましょう。まずはホームの日発横浜 FC シガルス、ゴールキーパー小暮千秋、ディフェンダー4バックです高村千里、中条唯、吉田渚、宮下七海、ミッドフィルダーおそらくワンボランチだと思います、コスタリナ、そして右から内田美鈴、小林日向、ゴンノ高子、小原ゆりや、そして今日はワントップ片山優奈が入ります。リザーブメンバーです。ゴールキーパー越後木南、ディフェンダー中井美久、穂積彩、富田美奈美、そしてミッドフィルダー渡辺瑠奈と今田玲奈、フォワードには沖縄レセリーが入ります。さあ続いてアウェイ白のユニフォームになります。オルカ鴨川 FC スターティングメンバーゴールキーパー赤月セシル、ディフェンダーこちらも4バックです。新井純奈、鶴見彩香、山畑彩、渡辺夏樹、おそらくセンターバックは新井と鶴見、そして右に渡辺、左に山畑といったフォーバックになると思います。ミッドフィルダー深沢梨沙、南山千秋、古舘千人、そして小野香菜子が入ります。ツートップキラ千夏、斉藤彩香です。リザーブメンバーはゴールキーパー横浜七子、ディフェンダー山田亜美、小玉キララ、斉藤俊子、そしてミッドフィルダー登録河野ゆき、三田ゆきみ、そしてフォワード大間ゆきといったリザーブメンバーになります。日発監督は陽田雄一監督、横浜 FC ジュニアユースでのコーチ監督を経て今シーズンから監督となっている陽田監督もおなじみですね。さあそしてオルカ鴨川 FC は小川隆史監督、沼津でのアカデミー、監督コーチを経験して今シーズンからこちらも監督を、オルカ鴨川 FC で指揮を取っているといったところです。昨日までの成績なんですが日発は6位、勝ち点23、そしてオルカは8位、勝ち点19、勝ち点差はわずかに4ということになっています。さあ間もなく午後3時のキックオフゲームとなります。勝ち点4、一つでもこの勝ち点を縮めたいオルカ、ホームでは負けたくはない日発。さあ間もなく試合が始まります。今試合が始まりました。なでしこリーグ1部もいよいよ再開ということです。2021プレナスなでしこリーグ1部第16節日発横浜 FC シーガルス対オルカ鴨川 FC、オープニングシュート一発の片山、今日はワントップです。やはり日発の方はフォワード、ここまでトップスコアラーだった高橋美幸がホミアルディジャベントスに移籍したということで、この扇のところやはりサポーターも気になっているところでしょう。左からメインスタンド見て左から右に攻めている青のユニフォーム、ホーム一発です。さあフリーキック、頭で反らしていく、ボールコンセンターこぼれた、内田が狙ってきますが、ここはゴールキーパー赤月しっかりとカッチ
さあ対する右から左に攻めますのが阿部チームオルカ鴨川 FC です。まあ、このオルカ鴨川の方なんですがここまで8位11得点で14失点失点も少ないんですが得点も少ないといったところでやはり得点力を上げていきたいというそういった思いから鈴木それからキラを獲得しています。今日は鈴木はベンチには入っていませんがキラチナツツートップの一角を張っているこのキラチナツ浦和レッズレディースでも10番をつけていた元なでしこキラチナツがこのオルカに加入しています。キラなんですが6月16日に加入を発表したんですが前回中断前の試合そこからの、試合スタートとなっています。さあこれはオフサイドの旗が上がりました。一発は独特の左サイド小原それから左サイドバック宮下このコンビネーション、皆さん注目していただければと思います。そして今ボールをさばいていくゴンノチダのところこちら19番ショーナがしっかりとチェックしてきました。今日ピンクのヘアバンドをしている中条ですが3試合ぶりにこのスタメンに戻ってきました。中条フィジカルの強さがあります。一度ゴールキーパーへ戻す。ここはタッチラインを割ります。ゴールキーパーは小暮千秋14節になでしこデビューをしています。神奈川大学出身の大卒ルーキー昨年は特別指定の登録でした。斉藤のところファールはない。ショーのかわしていく抑えた高村後ろからつついていきました。ここはファールです。ショーナのファールです。こういったロングフリーキックキッカーは中条を蹴ることが多いんですがロングキックには定評があります。ここはタッチを割ります。一発特有の風といったところではピッチの方はそれほど風を感じなかったんですが上空やはり強い風吹いています。中盤でのボールの奪い合い高村体を張ってここはコスダ ボールがこぼれる。セカンドはどちらがオルカが収めます。山畑からここはわずかに合わず狙っていたコスダボールキープ力があります。コスダのところフォローがない。こっちと戻す。ここは中条よくサイドを見ていました。そして宮下のところ小林が絡んできます。今日は左サイド小林ディフェンスラインへオルカ今日はディフェンスラインを少し今までの形と変えてきているオルカです。オルカは普段4番鶴見そして5番の新井がセンターバックコンビここは不動のセンターバックコンビでしたが今日はここちょっと見る限りでは3バックいややはり4バックセンターバックには
鶴見、そして真ん中に山田が入っています。左にサイドバックには渡辺、そして右のサイドバックに今日は5番の新井が入っています。ここまでずっとセンターバックを守ってきた新井が今日はホルカはセンターバックに入っています。ホルカは 4-4-2、 そして日発は 4-1-4-1 といった形でしょう。中村から真ん中片山に当てる。ここはちょっと正面ボールを見ていなかったというところでは接触がありました。片山今大丈夫でしょうか。衝突といったところです。だから大丈夫のようです。レフリーボールを止めましたのでブロックボールからの再開です。さあオルカとしては待望のフォワード、キラチナツ。前回中断前の試合いきなりのスタメンから自ら PK でゴールを決めてデビューしています。キラチナツ、このオルカでも10番を背負っています。キラです。コスタ、コスタにやはり一度当ててというのがこの一発の形ではありますが、もう少し大きくなりました。吉田から小林、吉田つないでいく。片山のところ合わず、サポーターの方も、かなりこの風もあり涼しい中でたくさんのサポーターの方が詰めかけています。一発です。宮下から小林といったところ、クリック、ここはゴールライン終わります。さあ日発の陽田監督ですが、このホルカの印象を聞いたところ、高い位置からの守備がやはりいいといったところ、そういったところを気をつけていきたいということです。一方のホルカ小川監督ですが、日発の印象はサッカー完成されていて、やはりやりたいことをやっているチーム、強敵、そんな印象、そうおっしゃっていました。前回対戦では日発が雨で2得点日発が2対0で勝利しています。ディフェンスラインでボールを回す。一発前のところ倒されるがノーファール。さあ奪い合い、ここは中条、もう一度高村。一発の形でもありますこの高村のアーリークロスというのも魅力です。さあ宮下がオーバーラップ、この縦関係、小原から宮下へといったところ、ここはディフェンス新井の対応です。抜ければチャンスといったところですが、さあゴンノ、でも狙うか、スラッシュだ。ここはわずかに合わず、コスターのところ、ここはコスターのファールが取られたようです。オルカボールです。
まあ、オルカの小川監督なんですが、この守りのところもできているんですが、やはり得点といったところで思ったようにいかなかった前半、この中断期間、やはり初の一部といったところで自分たちの攻守、もう一度今一度見直して、攻守我々のサッカーをもう一度やるためにこの1ヶ月中断期間練習してきたとおっしゃっていました。さあ前へ、ボンドから内田のスプリント力、それに一発の13番内田のスプリント力、ぜひ注目していただければと思います。後半80分超えても走り続けられるこの13番の内田です。立ち終わりました。オルカボール、コスタからゴンの畑山クロス、ここを止めた、ギラに収める。右サイドにいるのは深澤です。深澤2年目です。チフレ、それからジェフなどでプレーをしていました。今シーズンはもうすでに280試合に到達しているといったベテラン。さあキラが潰れてマイボールにしている南山、奪った2発、クリックだ。さあ小林、そして片山、右サイドには内田、ゴンノが右にさばきます。高村、もう一度高村へ。まあ、一発の方はゴールキーパーに小暮千秋が14節からデビューしていますが、それまで越後がゴールキーパーを務めていた時はビルドアップのところで越後が顔を出していましたが、小暮になってからディフェンスラインでボールを回しています。一発、ここはコーナーキックになります。さあ両チーム合わせて1本目のコーナーキック、2発、キッカーは7番の小林です。ここまで14試合に出場している小林、開幕当初アンカーなどもやっていたこの小林ひなた、アウトスイングのボールになります。ボールニア、片山が合わせますが、ここはバーの上です。天を仰ぎました片山ですが、高卒ルーキー、もうすでにここまで4ゴールを決めている選手です。地元出身でもあります。8月の27日おととい誕生日を迎えていますこの片山です。まあ、6月のアンダー19日本代表候補トレーニングキャップ、こちらにも招集されていた片山、今日はワントップ。まあ、この高橋が移籍したことによってやはり、サポーターからも期待されるところはやはり強いと思うんですが、与田監督に高橋選手の抜けた花について、お聞きしたところ、特にそれといったことはなく、今いるメンバーが力をつけてきているので問題はないという頼もしいコメントを残してくれています。深澤とキラのワンツー、ここは吉田の予測が早かった。タッチライン終わります。オルカボール、ビクロス、こちら前へ。今ボールをキープしているのはオルカ、ゴールキーパー暁まで戻します。暁なんですが2年目、今シーズン開幕からデビューしています。すべての試合でゴールを守っている暁セシル、また
高さもあるのでしっかりとしたこのハイボール、そして1対1に強いといった印象です。さあキックの位置を下げさせます。中条からのボール、トラップで収めた。小原から小林、小林抜けたら面白いが、最後ディフェンダーも寄せていました。シュートまではいけたんですが、オルカもしっかりディフェンダーついています。鶴見前からはめていく、一発山畑、ラウンダーで斉藤を狙っていた。とキラのコンビネーション、さあ抜け出して少しここは大きくなった。さあ少し風はあるものの、やはり気温の方が高くなっているこの一発草球技場。さあ片山インサイド、自ら行くか、自ら行くか、自ら狙った。今ディフェンダー鶴見がしっかりと体を振っています。一発2本目のコーナーキック、キッカー小林、ここも近づいていくのは小原、シュートを狙っていきましたが横にそれます。しかしさらに一発、中条左足でクロス、ここはゴールキーパー赤月しっかりとキャッチ。さあ上空の風なんですが、そこまでプレーに影響はなさそうです。クリックした小原、まあ、コーナーキック崩れということで小原と内田が逆サイド両サイド逆になっています。小原を乗せる、渡辺、縦斉藤から、ここは吉田がセーフティーに出します。古舘入れ替わった。さあ先に体を入れたのは高村、ノーファールです。斉藤のところ、まだ出ていない。斉藤粘った、小林キープできればといったところ、北山に合わせる。北山さあ前には鶴見だ、鶴見を抜くか、北山ボールを収める、ディフェンス戻りました。今度は体を張る、ここはマイボールにした一発。ポスター高村へ戻します。まあ、両チームともやはりこのオリンピックの影響もあって、なでしこリーグ一部中断期間、やはり再開を楽しみにしていた選手たちも多いようで、両チームとも SNS を通じていろいろな取り組みを行っていました。両チームそういった SNS の投稿を見ても、このリーグ再開を待ち望んでいた選手たちがとても多いように見られます。そしてこのサポーターも今日は天気もよく、しっかりと風もあるので気持ちよく
サッカー観戦ができているそういった印象でしょうか。さあ高村がここは出てきた。フローに行くのはこの位置に小原。今内田と小原が逆サイドに変わっています。縦に出ていくボンノ、ボンノのところを奪った。さあ今ユニフォームを引っ張ったということでファールを取られます。南山のところを掴んでしまいました。さあ小川監督なんですがこの中断期間、まあ、この1ヶ月中断期間を頑張ってきた。これからの目標はやはり7連勝したい。今日は何としても勝ち点を取って帰りたいというコメントを残してくれています。前からためていく一発小原、少しトラップが乱れた。しかし奪い取った高村。ここは縦、面白いところを見ていた。さあ小原フォローを待っているところですが高村ここでクロスを入れてきた。流れますが拾ったのは一発中条。右の高村へ、よく見ていた高村。ここは左足のクロス、小林のところ、アフターで行ってしまいました小林。ここは鶴見に対してのファールです。前半時間が23分といったところで飲水タイムです。やはり30度近くありました。この日発三沢球場やはり暑さもあります。しっかりと飲水タイムを取ってということになりますが、この飲水タイム中ももちろん、選手たちに指示を飛ばし、この後に大きくガラッと変わる、そういった傾向が見られるここ最近のフットボール界です。さあオルカの方は少し普段とは中断前とはフォーメーションを変えてきているというところ。右サイドにいた渡辺も、まあ、左サイドバックなども、今シーズンやることもあったんですが、今日は初めから左サイドバック渡辺夏希、そして不動のセンターバックコンビ、この昨年しっかりとこの2人で守っていたオルカ新井鶴見、ここのセンターバックコンビを今日は鶴見と山畑で守ってきているオルカ鴨川 FC です。さあ日発の方はやはり、この攻撃のところコスタを起点にディフェンスラインから、まあ、今日は右の高村を、経由してといったところが多く見られています。コーナーキック崩れではあったので内田と小原が入れ替わっていたんですが、この飲水タイム後はやはり戻っています。さあスピードでいくか、キラを狙ったところよく対応しました。コスタが散らします。もう一度コスタ、少しこの坂から離れてしまうんですが、昨夜行われていたパラリンピック、走り幅跳びで小澤選手のお兄さんが出場していました。今夜行われるパラリンピックの 100m にも、登場するそうです。さあ真ん中白いところを見ていた炎のところ、
コンビネーション見られたんですが、少し内田の飛び出しが早かったようです。左サイドの小原とそして宮下のコンビ、そのコンビが作り上げて、反対サイドではこのダイナモ13番の内田、高橋が6ゴール、リーグ中断前に2得点で置き土産をしっかりと残して移籍していきました。ですので今現在一発のトップスコアラーはこの5ゴール5得点で内田がトップスコアラーになっています。さあ片山のところを収められればという小林、片山粘った、その片山へつないでいく一発、こういったところ個々の能力やはりあります。体を張る庄野、庄野も3年目になります。ここまで12試合に出場して1ゴール PK での1ゴールがあります。庄野かな子です。比較的ポゼッション率では一発が上回っているといった印象でしょうか。ここまでの展開、奪い取った、吉田から縦、ここは頭でフリックするが、さあこぼれた、大山だ、クリアが少し中途半端になってしまいました鶴見です。そこをすかさず狙っていた片山ですが、なんとか鶴見逃れます。さあコーナーキック3本目になります。日発今度は逆サイドからインスイングのボール、ゴールキーパーに向かってくるボールを蹴ります。キッカーは同じく小林ひなた、どういったボールを蹴ってくるか、ストーンの位置、さあ足を出していくが、ここはもう一度コーナーキックです。今ニアに吉田が走り込んでディフェンダーを引きつけてといったところが見られました。さあ4本目のコーナーキック、さあオルカとしてはここは守りたい。コーナーキック4本目、一発としてはここ何としても取りたい、ここはファールがありました。守りきったオルカ、ここまでの展開を見ているとオルカは前の斉藤に当ててという、そしてキラーが作ってといったところが見られますが、なかなか中盤でボールが収まりません。そういったところを狙われている、そういった印象です。ですのでポゼッション率も一発に持たれているといった、そういった印象です。さあスルーうまく通った、ここは面白いところを狙ってきた高村から内田、ここは渡辺の対応です、まあ、この2発の形といったところでは高村のアーリークロス、そして内田のクロスといったところも一つの武器になっています。さあ5本目のコーナーキック、そろそろここら辺で得点が欲しい2発、吉田が167センチ、宮下166センチ、こぼれた、こういったこぼれ球に強いのが内田ですが、深沢がここは出していこうとしますがまだ出ない、小原、さあこういったボールが入ることもあるがクロスバー、ここは惜しいクロスになりました。小原もああいったシュートが
入ったことが、ありますから、今のは惜しいシーン。さあしかしながらまだ得点までいっていないのが日発。今日はまだ深沢がボールをうまく持てていないといったところでしょうか。さあ切れ込んでいく、自ら行った。なんとここは少しオフサイドのポジションに行ったため動けませんでした。しかしながらいいところを見ていた内田です。まあ、内田は前節でしょうか、コーナーキックからのこぼれ球をドリブルで最後まで持っていってシュートというのがありました。一発のダイナモ内田美鈴です。出し手がないといったそういった印象でしょうか。はめていく、一発奪った、今野、今から小林、小林狙えるか、小林ミドル、ここは赤月を抑えます。少しずつですがゴールに迫っている日発、いい形はできています。さあ少しこの中盤でのところうまくはめられているといった印象のオルカです。右サイドバック新井から、ここ前からはめていきます。一発宮下が守る、コサ、コサアウトサイドで今縦狙っていきました。宮下を走らせてといったところでしょうが、小林うまくターン、片山ちょっと戻す、大きくサイドを変えてくるか。さあ面白いボールになるが少し長かった、本能のところ合いませんでした。ゴールキックに変わります。得点は0対0、まだ動きがありません。やはりポゼッション率といったところではかなり高い位置でのこの日発ということになっていますが、入れていきます。片山強さがあります。前内台といったところ守っていったのは山畑。真ん中使ってきました。宮下縦に入れていく、小林うまく入れ替わった、高村ダイレクトクロス、フリックするがここは枠を逸れていきます。しかしながらいい攻撃が見られています。日発の良さが見られているこの前半、高村のクロス、そして内田のスピード、左サイドの小原と宮下の上がり、そして小林のターンからのシュートなどなど、いいところが見られている日発です。さあただまだ得点には至っていません。今日セカンドボールのところでもやはり思うようにいっていないのがオルカ、なかなかセカンドボールが取れていないといったところです。渡辺から斉藤のところ、ここもコスタが潰しに来る、ここはハンドはない。この位置に中条、少しずれます。ちょっとゴールキーパー小暮、久しぶりに小暮が出てきたといった印象でしょうか。さあ奪った小原、しかし奪い返す腕立て。さあこのコンビネーションも斉藤とキラのコンビネーション、こういったところも注目していきたいです。今日は鈴木春樹が
ベンチにも入っていません。すごいね。これかスローインです。もう一度狙ってきた。ここはポスト。今放送席から見てもちょっと無回転のようなボールになっていました。ショーノのミドルシュートです。こういったのが得点につながるのが、まあ、なでしこリーグの面白いところでもあります。ここはタッチライン終わっています。ここはクレバーなプレーを見せました高村です。ゴールキックに変わります。おそらくピッチの方は風があまりなかったのでかなりの暑さを感じている選手たちだと思います。上空は風があるんですがなかなか難しい状態のこの気温になっています。さあ入れ替わった。片山面白いところに入れていくがここはわずかに流れます。追いかけていく新井のところ小林が詰めていきます。さあ繋いでいく深沢は狙っていた小原。さあ奪い取る小須田。左足のクロス宮下から、うん、ここは面白い。片山当てて小林といったところですがうまくミートしませんでした。ただやりたいプレーが見えている日発横浜 FC シーガルズです。さあ少しここ中盤空いているか。しかしまた奪い取ったのは日発。吉田から今野。さあダイレクトでこういった展開走らされるホルカの方はやはり体力を使う難しい展開になります。さあ高村が行く。山畑との収まるのはホルカ。足内田が行きます。ショーノから山畑縦に入れていく。さあ深さのところ取った右サイド。なかなか新井もセンターバックが長かったので右サイド駆け上がるといったところが今日は見られていません。左サイドから面白いところに入れていった田辺。古舘宮下がヘッドで小林へ。この位置に小原。なかなかボールに行けないホルカです。さあゴンノからコスタ右を使ってきた。ここに中条から高村がオーバーラップ。内田は誰を見ている。ゴンノ前を見た。内田とコスタここは吉田を使います。さあこれで逆サイドに触れれば真ん中を使ってきた。さあゴンノだ。逆を見ていたコスダ右サイドが空いていたんですがここはあえて左サイドを使ってきたコスダ。コスダフリック狙えるか。バラのミドルクロスト見事なゴール小原ユリア。コスダのフリックも見事でしたがゴールキーパーの上素晴らしいところに決めていきました小原ユリアです。今シーズン3ゴール目になります。
先ほども右からのクロスがバーに当たったというのもあったんですが、小原嬉しい今シーズン3ゴール目です。まあ、よく小学生などはああいったシュート、キャプテン翼のドライブシュートなんて言いながらよく練習していた、そういった小学生たちを思い出します。さあ見事なシュートが決まって、まずは日発横浜 FC シーガルス前半41分小原のゴールで先制しています。さあオルカの方はこの中盤でのボールの取られ方、そしてポゼッションのところもそうなんですが、まずセカンドボールがやはり取られているといった印象がありますので、ここを修正していきたいところでしょう。暁、出しどころがありません。しっかりとこの2センターバックのところも小林、それからゴンの狙われています。ゴールキーパーには片山。さあ入れ替わった。ここはコスタがユニフォームを引っ張ってしまいました。コスタにイエローカードが出ます。43分コスタにイエローカードです。まあ、イエローカードというところで、まあ、ユニフォームを引っ張ってしまうとやはり印象が悪いといったところでしょうか。山畑からのリスタート、フリック、高村から内田へ。さあ内田も強いぞ。さあここはタッチライン割っています。しかしながらしっかりと左腕で相手を抑えて入ったところもかなり体力がいるプレーではありますが、しっかりとしたプレーができています。内田美鈴です。ショーノが行く、フォローが欲しいところ、ここは誰もいない。この位置に小林、ちょっとボールを戻すか前へ、こういった時にはタイマーがしっかりとターゲットマンになってくれる。キラ、キラの球離れが早いんですが奪われました。ゆっくりと組み立てていきます。一発、個々の能力といったところではこういったところもやはりうまさが見られるのが日発です。笠沢からキラ、体を投げ出してワンツーといったところですが、ここはゴールキーパー小暮が出てきます。さあ間もなく45分になります。アディショナルタイムはどれくらいあるでしょうか。ボールを収めた、ここは体を張ります。鶴見彩香、ディフェンスの要です。昨シーズンも全試合出場、今シーズンも全試合フルタイム出場しています。第4節の大和戦でフリーキックのこぼれを押し込んで1ゴール上げている選手です。今シーズン11節にはこの宮戦ですか、フォワードもやったこの鶴見です。さあアディショナルタイムの表示が出ました。1分です。さあオルカは走らされているといった印象の前半です。さあ最後チャンスをつかめるか。ショーの左サイド、フォローに行くのはインナーラップから渡辺、クロスを上げれればチャンス、ここも引っかかってしまう。タッチラインを割ります。一発ボールです。今日ゴールガール、ボールパーソンを務めているのは横須賀シーガルズジョイの、育成の皆さんなんですが、全国大会に出た報告もこの試合前に行われていました。
今日はボールパーソン緑のユニフォームを着た横須賀シーガルズジョイのメンバーがボールガールを務めてくれています。さあアディショナルタイム1分も経過していますが、さあ入れ替わった、さあラストチャンスか、ここは深沢に合えばといったところ、斉藤から深沢一度戻す、新井のクロス、フリックだ、ここはバー、最後押し込めるか、最後押し込んだか、ゴールの判定ということになります。さあ今少しプレーを止めてしまったという印象ですが、ここはアディショナルタイム1分の中での得点ということになります。さあここで前半終了の笛が鳴りました。さあ狐につままれたようなそんな、サポーターの皆さん、少し今のはどうしたといったところですが、前半がここで終了しました。1対1、先ほど詰めたのは誰かというのも、また後半が始まりましたらお伝えしたいと思います。この時間は2021プレナスなでしこリーグ1部第16節、金髪横浜 FC シーガルス対ポルカ鴨川 FC の模様をお送りしています。前半を終え1対1でハーフタイムに入ります。なお音楽著作権の対応として、この後ハーフタイム中は音声をオフにして配信いたします。ご了承ください。
2021プレナスなでしこリーグ一部第16節日発横浜 FC シーガルス対オルカ鴨川 FC の一戦、これから後半戦が始まります。スコアは1対1。最後ですね、オルカ鴨川 FC ゴールの混戦のところ、最後押し込んだのは6番の南山選手ということになります。6試合ぶりのゴールです。今シーズン3ゴール目ということになります。さあ両チーム選手交代などがあるかというのもこの後チェックしていきましょう。前半を振り返って、お互いバー、それからポストなどに当たり惜しいシーンも何回か見られていた。そんな中、前半の41分小原選手のミドルシュートが決まり、その後45分アディショナルタイム1分のところで前半終了間際押し込んだのは南山選手ということです。現在1対1。さあこの後後半期待して見ていきましょう。さあ陽田監督、この中断期間意識してきたことというところでは、攻撃面ではビルドアップのところでのつなぎをやはりもうちょっと意識してやっていきたい。そして守備面、こちらは全体的にコンパクトを意識して練習を行ってきたこの中断期間ということです。リーグ後半戦に向けてなんですけど、リーグ前半の順位より一つでも上げていきたいということをおっしゃっていました陽田監督です。さあ今後半が始まりました。この後選手交代のところも注目していきましょう。両チーム選手交代このハーフタイム中にはなさそうです。控えメンバーには本日日発の方はゴールキーパーが越後、そしてディフェンダー中井、穂積、富田、ミッドフィルダーには渡辺、今田、そしてフォワードには沖野が入っています。一方のオルカ鴨川 FC リザーブメンバー、ベンチメンバーです。ゴールキーパー横浜、そしてディフェンダーは山田、亜美、児玉、斉藤敏子、そしてミッドフィルダーには河野、サンダ、そしてフォワードには大間入っています。この後どういった交代が見られるか、そういったところもぜひ注目していただければと思います。前半はポゼッション率で一発が高いポゼッションボールをキープしていた前半でした。しかし最後きっちりとこの仕留めていったというところになるんでしょうか。同点に追いついたオルカ鴨川 FC 1対1の同点のまま後半がスタートしています。斜めのところ斉藤が収める。ここで抜け出してきた古舘、こういった古舘が上がってくることによって攻撃の人数を増やせればといったところでしょうか。キープ力のあるキラー、キラチナツ、メルボルンシティから加入しています。右足でのクロス、ここでの対応は宮下、セカンド拾ったのは片山。さあここをつなげられた高村、真ん中には小林、逆サイドには小原、近くには片山、ここはワンツーを狙っていたが少しずれます。大きく使ってくるか、ここを狙っていた。セカンド拾えるようになってきたオルカです。古舘縦に入れてきた、中条を一度小暮に戻します。一本長いボールだ、内田マイボールにする。ここはタッチラインを割っていたようです。ゴーサイド、渡辺が守っています。
正野から前へといったところ、少しキックが乱れました。ここは片山と内田のところ合いません。赤月からのビルドアップ、縦に入れてきた深沢、狙っていた吉田、前を向けるか小林、小原、今日は得点を決めている小原、クロスボール、ここはタッチラインです。スローになります。下から片山、コーナーキックを取りに行くようなプレーを見せました片山です。さあ、前半コーナーキックもたくさんありましたが、後半初めてのコーナーキック、一発、前後半合わせて6本目のコーナーキックになります。インスイングのボール、蹴るのは小林、ゴールに向かってくるボール、スラッシュしたところ、さあ、ハーフタイムコメントですが、日発陽田監督、試合の入りも悪くなかった、先制点も良かったし、追加点を狙いに行きたい、引くのではなく攻めの姿勢を崩さず、チャレンジしていきたいということです。その陽田監督がおっしゃるように、やはり前から奪いに来ている日発、収まらない。ヘディングでのところ、吉田が一度横の宮下へ、宮下からゴールキーパーにして戻します。ビルドアップのところ、内田、さあ、うまいボールを出した高村、片山がいるぞ、ここは前のところで潰れます。コーナーキックになります。後半2本目のコーナーキック、今内田が中に入ったことによって、右サイド高村のオーバーラップ、そこからのチャンスが生まれています。後半2本目のコーナーキックになります。日発、キッカーは変わらず小林日向、ニアのところに、おそらくニアに吉田が走っていく、左足でクロスだ、狙っていった、ここはオフサイドの旗が上がっています。よく見ていたんですが、コスダが少しオフサイドポジションでした。さあ、この後両チーム選手交代といったところもやはり注目になります。まだ両チーム交代選手使っていません。低いボール、斉藤につなげてきた、体を入れていく小原、元日本代表の経験があります小原、ここはかき出します。鶴見、さあ、今日で言いますとチャンスだ、小林のクロス弾いたところ、内田のヘディング、もう一度足でクリアしていった中月です。しっかりとゴールを守っている赤月です。さあ、小原が2014年 AFC アジアカップのなでしこジャパンに招集されていた時、その時にもなでしこジャパンにいたのがこのキラ千夏、キラが確かその2014年アジアカップ招集されたの、なでしこ初招集だった時、それが、この2014年のアジアカップだったと思います。最後、体を張って守っていったのは正野です。キャプテンを務める正野、さあ、
前からはめに行くところ、ここをかわせればオルカはチャンスなんですが、さあうまいターンだ、キラキラから前へ吉田、競争になる吉田と斉藤のところ、セカンドがつながるようになってきました。さあ狙うか、さあフリーだ、さあこぼれた、さあここはクロスバー、さあこれはハイキックになってしまった、 PK の判定か、クリアに行ったところハイキックを取られました。さあ飛び込んだ深さは大丈夫でしょうか、顔に棒を受けることになりましたが、さあこれ PK ではありません。さあここは PK ではなくフリーキックになります。セットプレー、こういったところはどう守ってくるか、さあ一方オルカは誰が蹴ってくるかといったところ、小須田以外は全員ゴール2メートル、ゴールライン2メートル前くらいに全員入っている。オルカボールのところには小野、さあその狙えるところにはキラがいます。小野がボールを落としてキラか、さあどういったプレーを見せてくるか、小野がワンタッチ触ってキラだ、壁なんとか守った日発。さあハイボール流れた、さあ枠を逸れていきます。なんとかしのいだ日発です。オルカとしてはここチャンスを得点につなげたかったところですが、守られたといった印象でしょうか。しのいだ日発、やはり後半セカンドボールの拾い方、そしてこの古舘21番のオルカの古舘のこの顔出し、そこからポゼッションを少し上げてきたオルカ、そういった印象です。キラのところ吉田がしっかりついてきました。こういったハイボールボンのマイボールにする、高村右からのアーリークロス流れると面白いが、ここはしっかりとキャッチしています。ゴールキーパー暁セシル、172センチあります。宮下がしっかりと対応しました。一度戻します。中条から吉田、かなり早いチェックに行ったキラ、古舘がやはり少しためを作る、そんな後半になっています。高村縦を使ってきた、今度に当てて、さあ流れた、今度はオルカのチャンスだ。斉藤とのワンツー、正野から縦、さあ気をつけたい、キラだ、まだある、キラクロスを入れてくる、吉田の対応、足を出した吉田、ここはつないできます。タッチライン終わりました。見応えがあります。キラ、そして吉田、渚のところ、
今日はフィジカルのところでもここ再三お互いやり合っているのでこの後も注目です。縦に入れてきた宮下、そして深沢のファウルになります。オリンピックの影響もありました。この中断期間、待ちに待った選手たち、そしてサポーターの皆さん、こういったなでしこのサッカーといったところではまもなく WE リーグも開幕します。オリンピックでのなでしこジャパン、そういったところも、皆さん見て取れたと思いますが、この WE リーグもまたぜひ注目していただければと思います。繋いできた津田、小林、マイボールにしている小林、左の宮下へ斜めに走っているのが、ここはクロス少し合いませんでした。さあ簡単にボールを入れてくるようになっているのがこのオルカです。後半横関係ではなく縦関係で入れ替わっている斉藤彩香と吉良千夏です。そのあたりを対応しっかりと吉田のところが対応しています。古館から縦、古館ボロ散らす、新井から深沢のところ、スローインはオルカ、新井から深沢、宮下が切ります。さあ入れ替わったクロスだ、ここには吉田がしっかりと対応しています。宮下前へ狙っていた南山、奪ったコスタ、さあダブルタッチから押していくコスタ、キープして逆サイドを見ていた高村の位置へ、さあ日発カウンターに行きたいところ、内田を走らせる、ここは渡辺の対応です。渡辺選手はこの右サイドバックでも左サイドバックでもしっかりとボールへの対応ができる選手です。コスター入れ替わった、右を使ってきた、オフサイドの旗が上がっています。その前にファールを取ってくれないかという、陽田監督の声も聞こえますが、オフサイドの判定です。得点は1対1、62分一発対オルカ、現在順位は6位の日発、8位のオルカです。勝ち点差はわずかに4、ただこのなでしこリーグ1部3位のセレッソ大阪栄レディス勝ち点24といったところで、日発の方も勝ち点23、この3位から6位のセレッソ大阪栄レディス、スピーダ世田谷、愛媛 FC レディス、こういったところは勝ち点1の中で争っている接戦になっています。この3位争いです。コスタキープ、奪われないコスタの持ち味が出ています。高村一度
ボールキーパー小暮に下げます。ビルドアップのところ小原が受けていくが、またコスタ落ち着いた対応。吉田前からはめに来ている。ここ逃れられればというところですが、吉田どこを見ている。小原から宮下、こういったボール回しもやはり落ち着いている。一発ここを取れれば逆にチャンスなんですが、さあオルカ奪った。南山からキラのところ、キラボールキープ。古舘、この古舘もキラパスがあります。新井、深沢を使ってきた。深沢もフォワードの位置、今シーズン右サイドハーフをやることが多いんですが、フォワードプレーしていたことも何度かあります。小林奪われない。ただ前からはめにいっているオルカ、さあ入れ替わった。前を向ければチャンスだが出しどころがない。逆サイドを見ていた宮下から、さあ中条から高村へ、さあスライドしたこちらのところ、クロスはゴンドのところを合わせていきましたが、しっかりと寄せていたのは深沢です。深沢がここまで下がってディフェンスしていました。オルカしっかりとした対応。深沢もジェフで10番を背負っていた選手です。2016年にはリーグ、それから皇后杯なども合わせて年間で11ゴールを挙げていました。こちらの深沢も90分間最後まで走り抜ける、そういった体力を持っています。奪った右サイド、高村オーバーラップ、中には小林、小林の後ろ小原がいるが、さあこぼれ宮下左足、ここは枠を逸れていきます。66分になろうというところ、ここで後半の飲水タイムです。日発横浜 FC シーガルス対オルカ鴨川 FC、 後半の飲水タイム、ここまで1対1。前半41分、小原選手のミドルシュートが決まり、まず先制したのは日発横浜 FC シーガルス。そしてその後前半終了間際、45分プラスアディショナルタイム1分2分といったところか、最後カウンターから押し込んだのは南山選手、6試合ぶり3ゴール目となります。これで1対1。さあホームでは引き分けが多い日発横浜 FC シーガルス、今日は大勢のサポーターの皆さんも詰めかけている、この久しぶりの再会、なんとしても勝ち点3が欲しいところ、勝利をプレゼントしたい一発横浜 FC シーガルスホームです。さあただオルカ鴨川 FC の方もこの残り7戦全勝してといった小川監督、今日は勝ち点を掴んで帰りたいというそのセリフ通り、貪欲にゴールを狙っていく、そんなシーンが何度か見られています。さあプレー再開です。吉田ここをつないでくる。中村ドリブルでかわす。コスタから縦、ワンツーが出れば面白いが、さあここワンツー出た、内田クロス引っかかりましたが、ここはコーナーキックです。後半3本目のコーナーキックになります。一発横浜 FC シーガルス。
サイドに167センチ吉田、そしてファーサイドらへんには166センチ宮下もいます。そして168センチの片山、どこで狙ってくるか。ゴールキーパー流れた、内田のシュート、ここはディフェンスに当たる。深澤も行くが、さあ小原と深澤のところ、小林もう一度クロス上がった、来たー、ゴール、見事なゴール決まりました。コスタヘディングで決めていったのはキャプテンコスタリナ、156センチではありますが、しっかりとしたヘディング当てて、これで2対1、一発横浜 FC シーガルズ1点勝ち越しです。まあ、先ほどもお伝えしたように、昨夜ですね、お兄さんがパラリンピックの走り幅跳びで頑張る姿見られていました。そういったところもやはり自分もというそんな思いもあることでしょう。コスター SNS で確か載せていたと思います。今夜そのお兄さんが 100m パラリンピックにも出場します。昨日の走り幅跳びの放送を 見たところ、どうやら冬のパラリンピックスノーボードも挑戦するのではないかというお兄さんです。コスタ選手のお兄さん、そのコスタ選手、見事な追加点を決めています。さあ、2発ボール。さあ、コスタ選手はここまで吉田選手と同じくフルタイム出場、一発では2人しかいないんですが、そして今シーズン嬉しい初ゴールとなりました。ここはフリック、ヘディング決めていった。決めていったのはゴンノでしょうか。さあ、ゴンノはこれで中断前の試合合わせて 3試合連続ゴールになります。コスタ選手の今シーズン初ゴールに続いて、このゴンノ選手同じくセットプレーからヘディングで決めていきました。さあ、前半からポゼッション率を上げていた日発ですが、いい攻撃何度も続いていましたが、ここは小林選手のファウルを取られました。さあ、後半立て続けに小瀬選手、そしてゴンノ選手のヘディングシュート決まっています。コーナーキックから、そしてフリーキックからのチャンス、見事に得点につなげてきている日発横浜 FC シーガルス、これで3対1。さあ、オルカは1点返していきたい。キッカーはキラ、いいボールを蹴ってきた、ヘディングで、ここはゴールキーパー正面です。このキラ選手の特徴で言いますと、やはり得点感覚に優れていて、顔出し、ワンタッチシュートなどが本当にうまい選手です。プレースキッカーの精度も高いことで、定評があります。さあ、オルカとしてはここ選手交代でやはり点差を詰めていきたいところ、出てまいりました。この後選手交代がありそうです。オルカ、28番の大間、そして25番の山田亜美が今交代の準備をしています。
大間選手は2019年にこの生え抜きでオルカ鴨川 BU から上がってきています。今シーズンサイドバックで初め出場していたんですが、第8節フォワードでの出場、そこからここまで8試合出場ということになりますが、フォワードでの登録が多くなっています。誰と交代ということになるか。19番の翔野選手、そして8番の深澤選手に変わります。さあ、どういった布陣になるかを注目していきたいと思います。山田亜美選手なんですが、 FC 十文字ベントスから今シーズン加入しているんですが、フォワードという登録ではあるんですが、サイドバックをやったりサイドハーフをやったりということがあるこの山田亜美選手、今も右サイドハーフに入っていますか。山田選手、深澤選手のところにそのまま入っています。大間選手は169センチありますので、この大間選手に当ててといったところ、そういったプレーもこのオルカは何度も見せていた今シーズンです。やはり大間選手が前に入っていますね。さあ、抜け出た右のアウトでスルーパスを出していった宮下なんですが、ここは引っかかります。しかしここはコスダ、マイボールにするか。小原、間に合いません。さあ、日発の方も選手交代がありそうです。片山選手に代わって27番の沖野ルセリ選手が入ります。おそらくワントップそのままの交代ということになると思います。沖野選手はまだ今シーズンゴールがないといったところでは、サポーターの期待、まずはゴールが見たいというサポーターの声もあります。つないでくるコスタ、逆サイドを見ている高村と中条のところ、少しずれそうになりましたが、なんとかつないできました。さあ、キラが左サイドに入っています。そして変わった山田亜美が右サイドハーフ。大間はやはり2トップの一角に入っています。斉藤彩香と大間の2トップになっています。収めた高村、内田、オーバーラップから高村、クロスだ。ここはゴールキーパー赤月出てきました。しかしながら今も内田、それから高村のコンビネーションが見られました。この小原と宮下のコンビネーションといったところが日発の持ち味でもありましたが、試合を重ねるごとにこの高村そして内田のコンビネーション成熟度を上げています。山田亜美のところをチェックしていった吉田、収める。こういったフィジカル、体幹が強い内田です。ビルドアップに参加してきました。ここで一つ飛ばした、精度が高い。さあ、チャンスになるか。小林、フル立て、フィジカルが強いです。フェイクからマイボールにしました小林。高村から内田、
さあ2点やはりリードがあるのでしっかりとこういったところもゴールキーパーを使ってマイボールにしてくる落ち着いた対応を見せている日発横浜 FC ガールズ。さあ残り時間を考えてもオルカはまず早い時間で1点を返したいところ。小川監督は右サイドハーフに山田亜美、そして前には大間を入れてきました。今日は鈴木がベンチにも入っていないのでまたこういったところもやりくりといったところでは小川監督も少し難しいところがあるでしょう。さあその小川監督なんですがこの鈴木、春日、そしてキラ、まあ、攻めのピースが埋まって2人に期待するところを聞いてきました。まあ、得点はもちろんのこと攻撃の姿勢、それから個性、意識、こういったところを周りのメンバーがチームメイトが感じてほしいといったそういったメッセージを残しています。さあ日発は今大木野が持ったところ、サポーターからも今日も声は出しちゃいけないんですが、いけいけ、来た来たなどという声がやはり沖野選手の、期待度といったところは高くなっています。さあ本日こちら日発三沢球技場、このコロナ禍ですがサポーターの方詰めかけてくださっています。354人の、入場者数です。ありがとうございます。奪った小林、沖野見ている、自ら狙ってきた、ここはバーの上、しかしながら自ら狙ってくるこの姿勢、まあ、キック力に精度がありますからこの小林も得点狙っていきたいところでしょう。小林もまだ今シーズンゴールがありません。ですからサポーターの皆さんはこのワントップにいる沖野、そして7番の小林、そういったところの今シーズンの初ゴール見たいという気持ちもあるサポーターの皆さんが今日は詰めかけています。まあ、コスターが今シーズン初ゴールを決めているのでそういったところどんどん行こうというサポーターの皆さん見られます。左サイド小原、剥がしてきた小原、まだ剥がす、少し長くなった、ここはうまく体を寄せていった新井の対応です。新井はここまでセンターバックで出ることが多かったんですが今日は左サイド、失礼、右サイドバックで奮闘している新井純だ。宮下、真ん中を使ってきたゴンノ、まあ、このゴンノがいることによってコスタがアンカーの位置自由に動ける、まあ、コスタのワンボランチといったところでもしっかりとコスタが自由に動けているというゴンノのこの動き注目していただければと思います。さあつなげるか、山田のところボールを奪えれば沖野体を寄せる、新井の強さがある、しかしここやはり出てきましたコスタ、必ずこういうセカンドボールそういったところにはコスタが現れます。展開力というそういったものを持っているのがコスタです。ダイレクトで合わせた小原からオフサイドの旗が上がっていますがダイレクトで合わせていった小林のボールですがここはオフサイドです。さあ間もなく83分になろうとしています。陽田監督がこの後選手を変えてくるか、まず1枚ワントップ沖野変えてきましたがこの後24番渡辺ルナ、そして17番の今田玲奈を使ってくるでしょうか。さあこの21番オルカの21番白のバンダナをつけている
古舘選手と今田選手なんですが、昨シーズンジェフユナイテッド市原千葉レディースで同じチームです。吉田、ここはセーフティーに蹴り出します。さあ選手交代です。小原、今日は先制ゴールを挙げた小原に代わり、渡辺瑠奈、そして7番の小林に代わり今田玲奈が入ります。コスのボール、これは直接タッチ終わります。さあ入れ替わった沖野、潰れるがフォローがいる。ここの位置にはやはりこの時間この人、内田です。沖野左足でクロス、ここにもコスダです。ボールがこぼれるところにはしっかりとコスダがいます。吉田、変わった渡辺瑠奈は高卒ルーキー、清和学園から今シーズン加入しています。これが9試合目の出場。おそらく右サイドと左サイド今入れ替わっているといったところでしょうか。左に内田、今右に今田がいます。さあ落ち着いた対応、今ご紹介した渡辺、右大きく開いているのが今田です。そして左、内田が今度は左サイドに入っています。ゴンノからさあ来た沖野だ、逆サイドには内田がいる、こぼれた、狙えるか、なんとか守った、ボルカ守っています。しかし吉田がつないでくる、左足のクロスか、前につないできた渡辺、かわしていく渡辺、ここはしっかり守ります。さあ2発ここで動きがありそうです。もう1枚交代カードを切ってきそうです。4番の中井でしょうか。出場すれば今シーズン初出場になるかもしれません。宮下に代えてここでディフェンスの中井美久が登場します。横須賀シーガルスから上がってきて生え抜きの選手です。まあこの宮下もまあ、7年目ですが生え抜きの14年目、横須賀シーガルス出身同士の交代、サポーターも今スタンディングオベーションでこの宮下を迎えた方々もいます。そして今入った中井、今シーズン初出場になります。中井美久、小林がいないのでキッカー今田です。インスイングのボール直接狙ってきた、ここは赤月、こぼれ球を中条ミートせず、もう一度ありそうです。中条クロスを上げてきた、ゴールキーパー赤月、ここは落ち着いてキャッチです。さあやはり2点のリードがある
こういったところでしっかりと高橋選手も移籍したことによりチーム全体でレベルアップさせていきたいと言っていた与田監督。ここは大間選手のファールです。さあ間もなく90分になろうというところですが2点あります。こういったセットプレーも先ほど得点につながっているので要注意のオルカ。中央ここにやはりコスダ、高村自ら行く。コスダは右を使ってきた。もう一度クロスだ。逆サイドには内田がいるが左足狙ってきた。渡辺のシュートですがここは枠を逸れていきます。積極的に狙っていく渡辺瑠奈。13節のスピード世田谷戦ではスタメンを張っていました。その時には少し硬さも見られましたが今日は伸び伸びとプレーしているそういった印象です。低くなった沖野ダイレクトだ。しかし相手がボールを奪います。沖野ボールを収めた。ゴンノのところ古舘、南山が左へ、渡辺、山畑、そして鶴見、この位置に新井。しっかりとした対応を中井。アディショナルタイムは3分の表示が出ました。さあここから3分間ここは中井が相手を掴んでしまいました。斉藤彩香に対してのファールです。古舘が蹴りますか。キラも蹴りに来たんですがやはり中でというところで古舘が蹴りそうです。いやここはもう一度やはり入れ替わります。キッカーはキラチナツ。先ほどはやや低めの弾道正確なクロスを入れていった。ここも強いボールだ。ヘディングよくかき出した小暮。さあ最後は少しチャージがありました。接触プレーです。勇気を持って対応しました小暮千秋。14節のセレッソ大阪堺レディース戦 PK で失点はしたものの15節はクリーンシート、そして今節を迎えています。3試合連続のスタメン出場となっているこの小暮も今日は1失点に抑えています。現在得点は3対1一発リード。残る時間はアディショナルタイム2分といったところでしょうか。山田中円が対応。ここはタッチラインを割ります。さあオルカ早く点が欲しい。全体でラインを上げます。オルカボールです。ここは斉藤から山田少し合いませんでした。残り時間1分といったところでしょうか。斉藤が収める。古舘キープ力がある。さあここは奪われた。4人で囲んだ内田。この時間でもキープを見せます。しかしながら新井の対応。ゴールキーパーまで戻します。時間を使う日発。コスタボールを収める。中井直接前へ。渡辺を狙ったボール。ここはかき出していくか。コスタのところうまいトラップだ。こういった一つ一つの正確なプレーも攻撃につながっていく。内田クロス
さあここ落とせればといったところ、まだある、中井が狙っていく、ここはビッグセーブだ、暁セシル、しかしながら中井見事なシュート、ダイナミックなプレーを見せました。暁セシルもこの1対1の対応といったところでは今シーズン全試合フルタイム出場ですが定評があります。さあもう残り時間が少なくなっています。最後のプレーになるでしょうか。クリアをしたところでここでタイムアップ、一発ホームでリーグ再開、この初戦を取りました。3対1、サポーターの皆さんもスタンディングオベーション、そしてサポーター席では皆さんハートを振って喜んでいます。お届けしてまいりました2021プレナスなでしこリーグ1部第16節、日発横浜 FC シーガルス対オルカ鴨川 FC の模様。3対1ホームの日発横浜 FC シーガルスが勝利しました。この後ヒロインインタビュー、勝利者インタビューが行われます。しばしお待ちください。なかなか、音声も拾えないかもしれないので後ほど、またお届けしていこうと思いますが、さあ今日の試合展開、まあ、終始わたってボールポゼッションといったところでは日発が有利に試合を進めていました。そんな中前半の41分、フリックからコスタのフリックから小原選手がミドルシュート、これが暁選手の頭上を超える見事なミドルシュートが決まり、まずは日発が先制。しかしながら前半終了間際、アディショナルタイム、前半アディショナルタイム追加1分といったところで南山選手が最後カウンターから押し込んで1対1同点で前半を終えました。さあそんな中後半もこのオルカはセカンドボールが取れるようにようやくなってきたかと思ったんですが、68分、今度は日発コスタ選手がコーナーキックから流れで今シーズン初ゴールをヘディングで決めました。続く71分にはフリーキック、今度はゴンの選手がフリックでヘディングシュートを決め、これで3対1日発横浜 FC シーガルス見事な勝利を収めています。さあ今日はインタビューが誰になるかといったところも注目していきたいところです。まあ、沖野選手も出場しました。サポーターの皆さんはやはりこの沖野選手、それから渡辺選手、今田選手のゴールが見たいといったところもあるんでしょうが、今日は4番の中井選手が初出場という、そういったところも、注目されたと思います。さあこの後勝利者インタビューもありますので、皆さん今しばらくお待ちください。9月もウィーリーグ、開幕いたします。なでしこリーグ一部も再開しました。さあ皆さんもこの女子サッカーといったところをみんなで盛り上げられたらと思っておりますが、さあこの後3人出てきそうです。今日ゴールを決めた3選手がどうやらヒロインインタビュー登場しそうです。さあいい試合運びになりましたが、
この3-1、見事な勝利を収めた日発横浜 FC シーガルズの今日のゴールを決めた3選手がヒロインインタビューに登場いたします。陽田監督はこの高橋選手、トップスコアラー6ゴール、この高橋選手が抜けた穴について問題ない、みんな力をつけてきているといったところで、今日はその言葉通りしっかりとこのエースが移籍したにもかかわらず今いるメンバーできっちりと3ゴールを奪っています。さあ皆さんもお聞きいただけたでしょうか。今日得点を挙げた小原選手、小澤選手、権野選手、ヒロインインタビューをお届けいたしました。まあ、今サポーターの皆さんのこの撮影といったところでは手を振って答えています。
まあ、小原選手なんですが攻守うまくいっていたといったところで、まあ、決めきれなかったといったところもあって同点に追いつかれてしまったが、後の2人がやってくれたといったところ、そしてコスタ選手、今シーズン初ゴールだったんですが小林選手からいいボールが、コーナーキック来ていたのであそこにいるようにしたというそういったコメントを残しています。ボンノ選手なんですが、練習でも意識していた、中条選手からのセットプレーああいったところで試合でも、この得点につなげられたといったところは良かった、まあ、3試合連続での、ゴールなんですけど、まあ、意識していたという次も狙っていきたいといったそういった、コメントを残してくれていました。最後にゴンノ選手は、まあ、アウェーゲームがこの後続くので、YouTube でも応援をよろしくお願いしますというサポーターへのメッセージも届けられました。さあ日発横浜 FC シーガルズなんですが次節は9月の4日アウェー戦、首位の伊賀 FC くのいち三重と対戦いたします。オルカ FC、こちらは9月4日、同じく9月4日ですね、愛媛 FC レディスをホームに迎えてのゲームとなります。ぜひ皆様 YouTube でもお楽しみください。2021プレナスなでしこリーグ1部は次節もサポーターをお迎えしての開催予定となっております。なお感染状況により変更の可能性もございます。開催情報やチケットの取り扱いなど詳細は事前にホームチームの公式ホームページでご確認ください。またなでしこリーグ公式 YouTube チャンネルなでしこリーグチャンネルでは一部の全試合を生中継で配信しています。お届けしてまいりました2021プレナスなでしこリーグ1部第16節日発横浜 FC シーガルズ対オルカ鴨川 FC の一戦は3対1で日発横浜 FC シーガルズが勝利しました。実況鈴木治でお送りいたしました。皆さんありがとうございました。